ハルト君とエリカちゃん？さかのぼること3日前。私はカナダ、日本一のお金持ち学校、ソプラノ学園に通う高校1年生。あの、これ、その、本命です。え、僕に？ああ、告白だ。そっか、もう少しでバレンタインだもんね。高級そうなチョコレート。ジェレリ。こんなの買ったらすぐに好きになっちゃうよ。何を隠そう、私は超貧乏。玉の輿を狙ってこのソプラノ学園に入学したのだ。カナダの貧乏生活が気になる人は貧乏少女シリーズを要チェックプに。エリカ様、今年はどなたかにチョコを渡したりするんですか？まだ決めてはいなくていいよ。じゃあ僕なんていかがでしょう。彼女はエリカちゃん、蝶がつくお嬢様。素晴らしい美貌とスタイルでモテモテなんだ。いったったった。あら、そんなところで何してるのかしら。何ってぶつかってきたでしょ。やめてくれよ、君が邪魔だったんだろう。そんなところでぼーっと突っ立って前を向いていなかったのはそっちでしょ。いや、そもそもエリカ様の周りをうろつくなよ、貧乏人が。ちょっと、そんなはっきり言っちゃったらかわいそうじゃない。いやー、ソプラノ少年団様よ。ソプラノ少年団様。ソプラノ少年団とはお金持ち学校の中でも特に裕福なイケメン御曹司4人組のこと。おい、かなで、そんな顔してっと余計にモテねえぞ。俺様系リーダーのアルト君はいつも私をからかってくる。そうかな。怒った顔もなかなか可愛いよ。ほっこり癒し系の成田君はいつも優しい。はあ、どこがだよ。お前の目はどうかしてんな。そこまで否定することないじゃない。短気は損気ってのはよく言ったもんだぜ。ハードボイルドなカイリ君はいつも淡々としてるな。モテたいなら高級リムジンで豪華ディナーくらいおもてなしできないと無理だよ。それが高校生のデート？やりすぎでしょ。キングオブマネーのカジノ君らしいけど。あやだ、モテないからってひがまないでくださる。高校生でも普通ですわよね、カジノ様。そうなの。モテたいならね。モテたいならなんだよ、かなで、モテたいのか？あら、やった、まさか貧乏人のくせにモテたいなんて言わないわよね。玉の輿は狙ってるけど。違うよ、モテたいとかそんな貧乏人は関係ないでしょ。ていうか、アルト君こそぼっちバレンタインにならないといいね。あんた何言ってるの、アルト様に向かって。バレンタイン？ああ、まあ、なわけねえだろ、今年は特にやっぱり余裕のよっちゃんってか。それはそれは余裕でいいですね。当たり前じゃないの、このバカなで。エリカ、ちょっと話いいか。もちろんですわ。じゃあ行くか。あ、ちょっと、まだ話は終わってない。お呼びじゃないのよ、カナデより私の方がアルトに似合ってるんだから。確かにお似合いかもしれないけど、アルト君とエリカちゃん珍しいな。どこに行ったんだろう。珍しいね、二人でつるむなんて。あ、うん、私はムカつくとはちょっと違った気持ちのまま一日を過ごして家に帰った。帰宅。はぁ、ちょっとかなで、一体どうしちゃったの。そんなでっかいため息なんて、お金が逃げていっちゃうわよ。私のお母さんは貧乏だけど私をソプラノ学園に通わせてくれてる。もちろん玉の輿が目的だけど。お母さんはなんか平和でいいね。そんなハートのエプロンなんて着ちゃってさ。平和かそうじゃないかなんて自分で決めるものよ。ため息なんてついてたら絶対にダメよ。だってなんか胸のあたりが気持ち悪いんだよね。食べ過ぎ？なわけないし。ん？胸が気持ち悪い？病気かしら。多分違うけど、もやもやっていうか。胸がもやもや？かなで、それは恋よ、ついについに。よかったわね。恋？絶対に逃がしてはダメ、誰にも負けてはいけないのよ。これからはまさに戦場よ。逃がすって、私は。ほら、とっておきのこれ。
リボン？そうよ、チョコなんかなくても餌塗るとおっぷりあるわ。これを巻いてアピールなさい。え、でも私は濃いわ。まったく子供ね、このぐらいでちょうどいいのよ。え、これと恋がどう？目指せ玉の輿。えいえい、あおー。私は何のことかわからなかったけど、お母さんのおかげで胸のモヤモヤは少し晴れた気がした。その頃少年団は、外は結構寒いから芯まで温まるよね。心のモヤも晴れていくよ。ああ、修行のようで最高だ。ところでアルトはまだ帰ってないわけ？あ、今日は遅くなるからここには来れないってよ。それにしても僕たちにも何してるか話さないなんて珍しいな。もしかして本当にエリカと付き合ってたりして？それはないだろう。まだよね。うん、ないね。けど、かなでちゃんが今頃落ち込んでないといいんだけど。えいえい、おお。私はお母さんと気合を入れ直して次の日。アルト様、エリカ様も素敵。まさかご一緒に投稿かしら。キャー、とってもいい感じだわ。みんな納得のカップル誕生ってとこね。あ、また一緒にいる。僕たちもびっくりだよ。同じリムジンで投稿したんだよ。なんで？なんだろう、このモヤモヤ。二人が一緒だと嫌なのかな。私、そうだ、私も混ざりたいんだ。ちゃんと素直に言えばいいんだよね。私も混ぜて。ちょっとかなで、何してんのよ。痛いじゃないの。ねえねえ、見て、このリボンどう？お母さんにもらったの。私がプレゼントになっちゃったみたいでしょ。かなで、小学生じゃねえんだからやめろ。売られた。しょうがないわよね、こんなダッサラサリボン。ケーキなんかについてきたおまけ。もうひどいよアルト君。本当に貧乏人の考えることは貧相なことばっかりね。あんたなんか無視されて当たり前よ。そもそも今まで相手にされてたことの方が不自然よ。おとなしく諦めなさい。どうしたんだろう、なんかいつものアルト君じゃないみたい。私はお昼も仲間に入れてもらえるように頑張った。別の場所で。ああ、そうだな。あれ、また二人でどっかに行くのかな。私も。ねえねえ、お昼ご飯一緒に。こんなところで諦めるわけには。ああ、終わり。今日はエリカと食べるわ。そうよ、二人っきりでね。二人じゃなきゃダメなの？そうだな。はあ、おい、アルト、せめて理由だけでも奏ちゃんに伝えた方がいいんじゃないか。せっかく誘ってくれたのにさ。ああ、別に何もねえよ。何もないって、それじゃ。うるせえな、いちいち報告して歩かないといけねえのかよ俺は。そういうわけじゃないけどさ。アルト様は私が好きなのよ。邪魔しないで。私の方がお似合いなのよ、アルト様には。邪魔がしたいわけじゃ。ただみんなで仲良くすれば。はあ、本当に頭の中おこちゃまね。断られたのがわからないの？いい加減諦めなさい。それは。じゃあな。じゃあねー。な、かなでちゃん、私は二人に混ぜてもらえないまま放課後になってしまった。なんとか頑張ってみたんだけどな。ここで諦めて良いものか。胸のモヤモヤもそのままだしな。放課後はぜひ一緒に語り合いでも。かなで、エリカちゃん、何？いいこと教えてあげよっか。ついにってことが決まったのよ。ついに？そう、これから私への愛のプレゼントを買いに行くの。貧乏人には到底持てないような高級品を買ってくださる予定よ。え、プレゼント？そうよ、もしかして渡してくださる時に愛のコック。だから絶対に邪魔しないでね。残念だったわね。そんな、アルト様、急いで行きましょう。ああ、分かってる。あ、愛の告白？追いかけたいけど掃除しなきゃ。うん、
お掃除はちゃんとやらないとね。真面目すぎっぽいに。かなでちゃん、掃除なんてサボってもいいんじゃない？追いかけなくていいの？うん、だって誰かがやらないといけないことだし、お当番の仕事はみんなのためにもしっかりやらないと。かなでちゃん、無理しちゃって。分かったよ、僕も手伝うから早く終わらせちゃう。ありがとう、成田くん。うん、アルトが女の子にプレゼント買うなんて想像がつかないし、きっと勘違いだよ。僕たちも終わったらお茶でも飲みに行こうよ。おごるよ。お茶？カフェ？うん、いいよ。こうして私は成田くんに手伝ってもらって掃除を早めに終わらせることができたんだけど、ついに大事件はこの後起こってしまった。じゃあこのゴミを捨てて終わりだね。うん、本当にありがとう成田くん。成田くんは本当に優しいな。誰かさんも少しぐらいは見習った方がいいんじゃないかな。うん、でも僕も誰にでも優しいってわけじゃないんだ。そうかな、成田くんはみんなに優しいよ。いや、僕は。かなでちゃん、アルトくんとエリカちゃん。あ、うん、アルト。おい、お前らこんなとこで何してんだ。しかも二人きりで。はあ、お前こそ今キスしてた。はあ、今ってエリカの目にゴミが入ったって言うから見てただけだよ。それよりお前らこそ何してんだよ。アルト様、そんな必死に。ゴミ捨てだよ、見りゃわかるだろ。掃除当番を手伝ってたんだよ。目にゴミ？掃除か。なんだよ、二人っきりじゃなくてもいいのによ。それよりアルトは何してたんだよ。買い物は？ああ、買ってきたよ。ちゃ、また相当持ってたし、いっか。ついに。当然の結果だけども、やっぱり嬉しいものね。アルト様が私に。二人っきりでって思ってたけど、でも奏の前で見せつけられるのは本当に心地がいいわね。さ、いつでもよくってよ。ほらよ。うん、私に。いらねえのか、早く取れよ。奏に。なんで。はあ、なんでも何も。こないだお前誕生日だっただろ。そのプレゼント欲しそうにしてたから。それじゃ最初からプレゼントってかな。ああ、カナデにプレゼントしてやろうと思ってエリカに何がいいか聞いてただけだろ。なんでもっと早く言えるわけねえだろ、んなことは。つか何でもいいだろ、んなもん。もらえないよ、こんな高価なもの、怖くて。ああ、断るっていうのか。俺様がわざわざ買ってきてやったのに。いや、だってあてくしか。んなわけねえだろ、お前は自分で買え。ほら、よこせ。たくよ、自分で付け方もわかんねえのか。本当にどんくさいやつだな。まあだな。アルト君、よかった、私嫌われたのかと。ああ、なんでだよ。てかそれ家宝にしろよ。うん、あ、エリカちゃんも一緒に選んでくれたんだよね。本当にありがとう。どういたしまして。こうしてキス大事件は未遂だったと分かって一件落着した。それからいつもの日常が戻ってきたんだけど。おい奏、俺がやった家宝はどこにやった。全然つけねえじゃねえか。だってあんな高価なもの持ったことなくて怖くて。まさか売ってないだろうな。まさか、家にちゃんと隠してあるよ。それじゃ意味ねえだろうが。ま、これも日常って言えば日常だよね。はあ、結局何だったんだろう。この数日すごく疲れたよ。私もです。いいからちゃんとつけろ、じゃないと意味ねえんだ。ん、意味って何？そら、いいから。ネックレスをつけられるような立派な女性に早くならなくちゃ。成田だよ。エリカよ。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。今回は少しだけエリカちゃんに同情したよ。ありがとうございます成田様。気を取り直して
これからもお互い頑張っていこうね。お互い、おっと、なんでもない。よかったらみんな動画の感想をコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援してちょうだい。ごめん遊ばせ。